千葉拓は日本の法学者、北海学園大学名誉教授、法学博士、青森県で生まれた直後、幼少をカラフトで過ごした。教育基本法の法的性格として、有倉良吉の提唱する準憲法的法律説に対し、千葉は基本原理的法律説を提唱。千葉は教育基本法は、 現行教育法制全体の基本原理を定めた法律なので他の教育法規すべての解釈運用にその所定原理が貫かれなければならないと唱えた。この理論は当時多くの学者の支持を集め、旭川学手事件においても最高裁判所がこの理論をほぼそのまま採用されることとなった。後に学会においても通説となるに至った。 三菱樹脂事件において私人間効力に関する学説の中でも間接効力説が適用されているとする従来の通説に対し千葉は本判決は理論上は間接適用説事実上は無効力説であると唱え学会における通説とは異なる見解を示している憲法の変遷については変遷に対する見解の中でも 公定説の修律であるとする見解を支持している。以上につき、北海道人物、人材情報リスト2004かマイナスと、教育を受ける権利アメリカ西ドイツに関する、法的検討、有倉良吉先生の教育法学、熊本忍他編集、教育、研究年俸1、熊本忍他編集、教育、研究年俸1。ありがとうございます。